さあじゃあ引き続き参りましょう。で山形正景は交渉出とるしようか。あーでも9日で落ちてんだよな。いや交渉しよう。ワンチャン宇治国という欲望を持っていきましょう。果たしてそのワンチャンはあるのかな。さあ大田城取り付き、ここも強行じゃないかな。20日、ここ最上義明だったでしょ、城主。ここも交渉でんかな。最上義明欲しいな。さあ交渉、直江、宇治国、くだらんか？ 79%? マジっすか？いやー。あれ？ちょ待って。95% 乗らんと思わなかったな。まあ、落ちてるけどね。あ、そうか。大したもんだわ。さあ、大田城陥落。我らがもらい受ける。捕縛、ドン。誰も押す。いやー、宇治国。下って欲しかったな。騎乗します。で、ここで講和しよう。満義陥落。森山で講和解除させられたら最高だけど、どうなるかね。かたじけない。山形正景、お疲れ様でした。で、家康激突、まあ、ゆるがん。天下聖筆。で、取り付けですね。必ずや成し遂げようぞ。武将が多いから、そこ落ちしないね。18日。まあ、そこ落ちみたいなもんでしょう。やりました。これにて。千葉県、我らのものになりましたね。関東一円。まあ、ちょっと烏山がね、関東といえば関東なのか？ですけど、もうだいぶ、来ましたね。関東関連になったぞ。よし、さあ、そして、森山陥落。やりました。おバックで、ドン。宇治区に来たんだが、普通に来た。なんじゃこれ。ありがたし、宇治国強いからね。かたじけない。ははは、普通に来ちゃったよ。へぇー。病、流行り病か、流行り病、一段階しか対策してないはずなんだよな。被害結構出たね。報告いたします。さあ、整えましょう。で、恩賞ね。まずは与える宇治国。よく来た、マジで。いや、宇治国来るとは思わなかったな。まあでもあの交渉の時点で 70% 超えてたからね。あの時点で宇治国は北条家を見限ってたのかもしれないね。じゃあ、移動ですね。していきましょう。あと、そうか、このタイミングで北条家に講和持ちかけましょう。かしこまりました。間違いなく乗ると思う。お互いに良くないとこまで来ちゃってるからね。じゃあ、整えて、移動させ、講和を待ちましょうか。かしこまりました。で、武将の移動なんですけど、この辺四天王入れようとしたらまだ帰ってきてないんで、まあ移動を待ってからにしましょう。皆の力、まあ、すぐにこうはなると思う、これで。皆の力、諦めろ。合わせよう。吠えても無理だって、大義名分しても。皆の力、合わせよう。さあ、講和の使者が届いた。うん、講和したね。よしよし。一気起きるなよ。報告いたします。起きなかった。完全勝利。ゲッチよ。さあ、ということで、講和がなり、数ヶ月経ちました。で、最前線をすべて、1万5000にしています。で、武将もすでに、配備してあるんで、もう、あとは本当に宣戦布告を待って、まあ、まだこの辺、ちゃんと整いきってはないですけれども、まあ、宣戦布告できるのを待って、仕掛けると。いうところですかね。それでは進めていきましょう。さあ、長宗我部と浅井が始まりましたが、まあ参戦する義理はなし。ちなみに長宗我部、向こうから近づいてきて、通商関係まで行ってます。まあでも参戦はしないですけどね。志果たさずして、昭和を終える。そういう風に来るの？え、ここちょっと、ここ兄上が取る予定なんですけど、長宗我部さん。え、足利に行ってくんねえかな。足利と長宗我部もしかして結んでたりする？それはないのか。え、だったら合唱のご内緒、長宗我部行きそうだけどね。え、兄上と長宗我部まさか始まるのか？なくもないな、それは。さあ、長宗我部と毛利、すごいな、長宗我部。あ、しまった、長宗我部に味方しちゃった。民部。報告いたします。民部はもう、最近病がちなんで、前線から引かせました。さあ、表情ですね。今回も、農軍なのかな。将軍で行きましょう。光ったのは正幸、家康、
政宗。これにて表情を。さあ、統制具足は、論議ポイントがちょっとだけ足りないのか。そうか。じゃあ次は論議ポイントですね。で、他に取れるもんないんで、じゃあまあ、今回は見送りですね。そろそろ宣戦布告、できるよね。できるけど、いや、まあ、だいぶ整ったんじゃないかな。行きましょう、北条。さあ、覚悟せえ。今回で、さすがに滅亡まではいけないよな。ねえ、まだまだ、城たくさんあるもんな。あ、でもこれ、あれ、これ南部が押し気味なのか、もしかして。ねえ、なんかそんな気もするぞ。じゃあ、我ら南から突き上げましょうか。まずは、こっから先上限なかなか厳しいのよね。飯野平が戦場上限取れてないのよね。戦場上限取れてるのが、まず、烏山。それと、小峰は五分。菅川は向こう。なかなか、上限取れてるとこ少ないね。やっぱり烏山なんだろうな。で、烏山を攻めるんですけど、家康と四天王はこの辺に入ってるんですよ。なので、家康と四天王を外して、まず烏山を攻めましょう。で、ここで北条を散々に叩いたら家康たちがこの太平洋側を北上するっていう流れにすればいいんじゃないかな。じゃあ編成しましょうか。じゃあこの6体、6万で持って、6万だと4万3000しか出てこないのか。もうちょっと引きずり出したいな。全軍浮かすと？あ、それでも4万3000。これ部隊数で反応してるな。これだって、この辺り入れると、あれ？それでも出てこないのか。最初なんか7万とか8万とか動いてたよね。あ、そう。じゃあまあ、とりあえず四天王を外して、この6体、6万で持って、烏山行きましょう。前進せよ！これ、飯野平とかから兵動いてないね。まあでも多分ここで一回勝てば、こっちから動くと思うんですよね。で、それを撃退したら家康が動くときっていう感じですかね。それともう一軍動かします。米沢2万6千。ここを奪いたいな。もしくは、小峰4万同士。米沢2万6千。ここでぶつかりましょう。じゃあこの7体。2万6千ってね、上限ね。まあ、4万動かせば、十分も十分でしょう。参ります。これでこの辺りの兵を引きずり出せたら最高なんですけどね。果たしてどうなるか。皆の力、さあ、内政、雌雄を決しようぞ。五穀豊穣か。いいな、五穀豊穣。さあ、集まったのは5万7千。飯野平から出てるね。太平洋側からごそって出たね。これはありがたいぞ。さあ、まずは激突。わからず。まあ、上限取れてるんで、ここに関しては問題ないかと思います。参りましょう。取れてると言っても4000か。まあ、油断はできないね。それでは、金沼沼でやっていきましょう。ここは、直江がいるんで、まあ、直江城でもって引っ張って、罠に引っ掛けて包み込んで倒すと。いうのが基本的な戦術になりますね。参りましょう。さあ、烏山の戦い。我に続け！ドラガール、こんなところに。まずはじゃあ雪村で潰しっちゃうか。いや、そんなことをする必要も多分ないでしょう。まあ必要があったら、その時に潰しに行こう。参ります。3000か。向こうのろし立ってるね。じゃあ射撃が始まる。こっち薄いな。雪村行っちゃうか。さあ、なんかごそって動いたね。ドラを破壊したい。破壊、雪村引いてきます。いい引き方だ。あ、これ直江城いらないパターンですね。山形正影背後つけましょう。しばらく耐える戦いになるな。これ今回は表裏卑怯ですね。きっと火を吹くのは沢名にかかる。二舞台持っていったね。正宗背後に抜けちゃおうか。一気に
六門戦の旗を掲げよ。おとりチャンス。ああいいおとりチャンスだそれは。真田が武を示せ。真田が武を示せ。そんなこと言うんだ。待てよ。赤備え突撃でこの罠に押し付けよ。こっち進んできます。叩き潰せ。で回避持ってないよね片倉小十郎ね。お命令を。かかる。そうも巻き込んだ。あー回避持ってっからやっぱ巻き込められないのか。越後の勝機は側面に回る。正幸がだいぶ危ないけど、これなんでこっち向いてんだ。始めるぞ。これで表裏卑怯乗ったらすごいことになりそうだけどね。そこに沼。そんなところに。そうか。始めるぞ。雪村湯の目隊叩いてこっちの援護に向かいたいな。志村光康か。さすがにいい武将いますな。さあ表裏卑怯6だからもうすぐ溜まるよね。溜まれ。待て山形正宗突っ込んでくる。溜まれ溜まれ。早く表裏入ってる。正宗が引きます。入った。表裏卑怯すごい乗ったぞこれ。見せてやろうか。よし。じゃあ攻撃に転じますか。で直江でもって相馬を叩いて越後の勝機で佐竹を叩く。始め。山形正輝が相変わらずこの白鳥隊に向かいましょう。やりたい前。さあ壊滅。相馬壊滅だね。じゃあ直江振り向きましょう。始めるぞ。叩き潰せ。雪村がなかなか届いてくんないね。競技入ってる。山形正輝少し引く。で直江が前進。正宗危ないね。前覚悟しろ。さあ壊滅。じゃあ雪村急いで戻ってこよう。六門戦の旗を掲げよ。もう一発表裏卑怯打ち込みたいな。で直江が背後に回る。四季危ないね直江ね。そうか。でも相手方もだいぶ四季危なくなってきてるでしょ。だからここに正幸の表裏卑怯が乗れば一気に回想し始めるんじゃないかな。お命令を。競技入れられてるなこれ。正幸どうなってるこれ。でも表裏卑怯。表裏卑怯と呼ばれる。直江が一回引きます。回想怖い。正宗も引く。やっぱり回想怖い。正幸引けるかな。引いてこよう。で越後の勝機雪村でもって突っ込みましょう。いやこれすごいとこにいるな正幸ね。これほどと。いざ進まん。ご命令よ。これ直江回想するな。正宗はこっから射撃開始しよう。さて正幸はうまく引けたね。これ雪丸と越後の勝機でこの辺荒らせるでしょ。お捨てがま、捨てがまりなんか持ってんのか。でも回想してるね。よし今日いくらけど壊滅。正幸直江の救援に向かおうか。さあ奇襲が入る。壊滅だいぶ苦しいんじゃないかな。回想したね。ご命令ください。やりたい。赤備え突撃一気に押しましょう。奮闘。それがどうした。攻撃入ってる。正宗の鉄砲の攻撃が入ってるんだこれね。じゃあ近づいちゃおうか。全滅いけそうだね。捨てがまった。叩き潰せ。このままで奈落。でも壊滅はできるよね。頼む。壊滅までいけた。やられるとじゃあさらに赤備え突撃でもで押してしまいましょう。伊達者の子とくと見よ。捨てがまった回想。いやだいぶでも兵減らしたな。赤備え突撃に加速。やりたい。すごい速さだね赤備え突撃。やりたい。さあ小十郎に強制交代。んやりたい。なんだこれ。ピタッて動かなかった。あ動いた。再び赤備え突撃。やりたい前。采配それがどうした。もうどうしようもないでしょ。ムール容赦はせぬ。さあ包み囲んで全滅。やりました。よしこれで北上開始できるね。視力を尽くした。次の大きな戦を乗り越えたらこの辺りから敵の兵がいなくなるんですよね。
さあ、カラス山、打ち取った。トザ、ちょっと待って。これ、ヤシャクロウ大丈夫か、中世。不安だな、捕獲でドン。どちらも来ず。まあまあ。いいんですよ、そんなことは。さあ、カラス山取り付き。強行で、18日、いいね。さて。で、問題は、この5万1000なんですよね。この5万1000が米沢に来るか、カラス山に来るかなんですけれども、まあ、いずれにせよ問題はないでしょう。カラス山来たね。まあ、望むところですよ。再び殲滅して、一気に北上しましょう。あ、そっか、石川勝正、兄上との親善に行ってたんですよね。親善マックス。報告いたします。ゲッチ。さて。いや、これ、だいぶ、戦況うちに傾いたでしょう。合唱の五内書ももう打ってくる気配なさそうだし、このまま、戦意喪失で終わるんじゃないかな、北条は。じゃ、このタイミングで、やりますか。備えあれば憂いなしがいいかな。農兵精錬がいいかな。いや、備えあれば憂いなし、言っときましょう。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。これでもう、ニッチもサッチもいかんでしょう、北条は。で、ここは相も変わらず上限。いや、待って、上限取ってるけど4万の3万6千。3万1000と3万6000の戦なんのか。いや、大丈夫と信じよう。このまま行きます。さあ、声打ちてる。米沢まずは取り付き。ここどうだ？硬いね。包囲かな？意外と近世ないの？こうやって見ると。包囲しましょう。さあ、北根打ちてる。まあ、全軍を展開させ、備えあれば憂いなし打ってんの。でかいよね、これきっとね。直江城でもって、罠に引っ掛けられるもんね。参りましょう。さて、ちょっと直江と正宗の隊、兵力が怪しいな。まあ、何やともあれ、罠。さらに、金4つ、沼5つ。備えあれば憂いなし、やっぱすごいな。軍技力200近くあるもんね。じゃあ、これで、参りましょう。まあ、直江城で罠に引っ掛けて、一体一体潰していければ、最高なんですが、果たしてうまくいくかな。さあ、金バキバキに立ってっから、やっぱり、はまるの早いね。ここで直江城、乗せられる。一撃、すべてをかける！で突っ込んできましたね。巫女神天禅だ。大野派一刀流。このまま突っ込んでくるのかまさか。いや、なんかそんな感じするな、これ。主入った。なり高い。8000か。罠にかかる。よし。海姫。あー、巫女神天禅も入ったのいいね。用心。用心、ちょっと待って。罠解除でしょ。そうだよね。始めよう。また厄介なの持ってんな。ちょっと開いて、じゃあ挟み撃ちにしよう。直江ここ、正行も少し前進。山形正影背後に回りましょう。これ沼回避持っとるな。やりたい、前へ。競技入るね。競技入ったんでここで止まろう。回避も競技が乗ってる。やりたい、今日今日指揮をガンガン下げていこうか。やりたい、前へ。さあ、正宗頑張れ。これ罠かかるでしょ。もう用心切れてるよね。正宗さらに引く。空気乗りまくってんね。山形の下げ再び下がる。ご命令ください。やりたい、前へ。奮闘かかれ。かかった。二部隊乗ったね。じゃあ少し進むか。強撃が怖いけどね、まさむね。引こうとしますね。これでもう、直江城でもって無理くり引っ張っちゃうか再び。いや、いいや、海姫をまず叩きたいよね。表裏卑怯、もう一発打つ。指揮がだいぶ苦しくなってくんじゃないかな、これで。進んできたね。打ちてる。ここはこの女将隊は山形正影でいいでしょう。ちょっと越後の初期下がる。戻ってきたね、罠からね。正宗も少し下がろう。海姫の式、海藻まで持ってきそうな感じだね。
叩き潰せ。赤ゾナへ突撃かな。もう一発表裏引きようかな。正幸でね、ご命令ください。宇治テルに雪村が突っかける。引いたね。士気が気になったんでしょうね。じゃあここで直江城、今こそ無理くり戦場に引っ張り出します。で直江が少し引く。やりたい。でこれで階層まで持っていけるでしょ。なんだ式がなくなったんだけど。貝姫の直江城ってそういう効果もしかしてある？いやないよね。なんで式がなくなった？足軽隊前。え、なんでかわからんけどチャンスだよ明らかに。行くべき。で越後の正気で佐竹隊叩いてしまう。政宗少しスライドして1対1に持っていこう。もうちょい罠を使いたいな。ね、せっかく置いたんだから少し引くか。でも改装してるんだからさ叩きたいよね。いやでも直江は罠に引っ掛けるために一度引こう。やりたい前へ。やりたい。で越後の正気も式少しずつ危なくなってきてるから、ここは引き時のような気もするな。越後の正気も引くか。いや待てよ。あーでも式が危ないからいいや引くで。正幸はこう動いて雪村で叩こう貝姫を。先生復帰したか。じゃあ下がる。正幸も下がる。政宗も下がりましょう。表裏引きをおまけに一発打って羽に向かってきてはないのか。これなんかすごい勢いで突っ込んできてるんだけど時より春なんだろうね。政宗でじゃあ突っかけるか。やりたい。この体引っ張りたいな。こんな状態だったら名古屋城5。やりたい。いやこれ金破壊しに行ってんね。やりたい。ふんと前。さあ帰りました。いいね。じゃあ山形正景帰ってきましょう。かかれ。諦めたね金破壊。式がつきそうだこれ。名古屋城で引っ張っちゃう。勝負せよ。で政宗が少し開いて、この3700は、いやでも越後の式ちょっと怪しいな。奮闘すれば式回復か。じゃあ奮闘を待つか。貝姫はまたこの輪に引っ掛けりゃいいよね。ご命令ください。始めよ。始めるぞ。かかる。雪村がついて捨てが待ったね。回想した正幸で挟む。罠に貝ひもちか。そうか。いや越後の正気開こう。で直江がスライド。政宗もスライド。貝ひもちか。あでも越後の正気交戦しちゃったな。そうか。じゃあ政宗を進めるか。競技入るんだね。これで貝姫を進めるね。で山形正景期待に備えるか。ここで奮闘で士気回復。あれ回復しないで捨てが待った。いいね。じゃあ挟み込んで叩きまくろう。5900。やりたい前。やりたい前。改装してからちょっと待って。士気回復じゃないのかよ奮闘って話が違うんだが。覚悟は良いか。あ罠にもかかったね。回避が消えて貝姫壊滅。正幸振り返る。山形正幸この639狙っちゃおう。で雪村前進します。やりたい前。このタイムを挟んでいくから大丈夫だよね。やりたい前。用心。それがどうした。やりたい前。赤ゾナへ突撃いっちゃおう。赤ゾナへよ。火のごとく攻め立て。で雪村が背後に回って挟み撃ちを決める。先制復帰したけどもうダメでしょ。青江の位置もすごく危ない。いやけど兵がそもそも少ないから大丈夫だな。越後の将棋帰ってきたし問題はない。じゃあこのまま行きましょう。でこれ壊滅までいけるよね。壊滅。じゃあ山形正景戻っていきましょう。でここでかかれ独眼竜。独眼竜に立てつく。面白い。で山形正景打ち取りいくか。で雪村も打ち取りに向かいます。の旗を掲げよ。よしこうなっちゃえば決まったようなもんでしょう。回避は持ってないのか。雪村ここに進んで山形正景こっちに進んで赤備え突撃でもって罠に押し出しちゃおう。壊滅。で赤ゾナへ突撃。これで強制交代ですもんね。いやでも
すごく綺麗に全滅まで持っていけたな。いざ進む。さあ罠が待ってるぞ、打ち手るさんよ。はい、罠にかかった。あわれ糸あわれ。さあ始めるぞ。潰しますか。そして壊滅、やりました。やりたい。いや、すごく綺麗に勝ってたね。しかしね、さあこれでだいぶ兵が苦しくなったんじゃないか。北条尽くした甲斐があったね。この2戦だって10万近く兵を失ったもんね。さあ後期が来ましたよ。ホバックでドン、車が来ましたね。まあね、能力はあれですけど、まあ投与はしましょう。で、カラス山はもう問題ないよね。そして兵もほとんど、いやーでもいるな。でも絶対大丈夫。いいのだやら参ります。じゃあここは6対6万でもって参りますか。いいのだやら出陣する。これカラス山に再び来てたね。いやでももうそんな兵いないから出てこないと思うんだよな。どうなんだろう。さあ南部も、いや違うな、これ北条が北に攻めてんだ。ほうほう。しかし南部が押し返す。いいぞ南部、頑張れ。カラス山陥落。やりましたね。オバックでドン。誰も来ず、構わんのですよ、来ずとも。最終的には全員来るわけですからね。正行、いざ参ろう。大田原城に向かいます。我に続け。このままガンガン行きましょう。別動隊動かせるほど入れてはいないんだよな。さあ大田原城取り付き、強行でかかるね。84日、そんなかかりますか。いやでも交渉出そうな気するぞ。北条もだいぶ戦意怪しくなってきてるもんね。ここで忍び暗躍打ちたいけど、あー打てないか、タイムポイント足りないね。進めましょう。さあ家康が進む。岡沢らがなくなったが、まあね失礼なやつだよな。いたします。人が一人死んでんのにさ。さあ兵糧は十分、まあ、開発し軍備を整え、さらに進軍していきましょう。奪ったカラス山には病がちの民部を入れてしまいました。民部大丈夫かな。本当にもう間違いなく寿命迫ってんのよね。行きましょう。我が家。さあ兄上、兄上どこへ行くんですか。とも止められぬ。全力で支援いたしますぞ。なんだよ、兄上かと思ったのに。不参戦。兄上浮かないかな。さあ飯野平取り付き、ここは50日。いいねいいね。50日ならね、射程圏内だよね。で内藤マステは交渉出ずか。水攻めに切り替えてもいいような気もするけど、まあまあまあ、とりあえずこのままで。来たね、2万700。またやらしい感じの兵数だな。18日、これ落ちるの20日とかじゃない。38日か。これ引いてもいいな。引こう正行一回で、一度立て直して再び出ます。そしたら家康の方に来るんじゃないかしら。さあ大雪、大雪は似たで抑えられたか。平穏無事にしたいね。お、結城秀康元服。結城秀康もなかなか強いよね。顔怖いけど。87。まあでも、最前線かと言われると微妙なとこだね。民部。報告いたします。ちょ、民部。これより毎月山を置いてる気がするんだけど。さあ、表情。今回はじゃあ、ロングンで行きましょう。光った。政宗。正幸、家康。で、まずは、統制具足ですね。あー、神代湖もいいな。いや、でも統制具足だな。統制具足を取り、肥料増産しときますか。さあ、浪人、垂れぞ。ドン。鈴木右近。右近弱いよな。真田太平記のファンとしてはね、右近もうちょっと強くいってほしいんですけどね。まあ、でも確かに、しょうがないけども、剣豪を持っててほしいよな、ウコンは。まあでもお二人とも、いらっしゃいませ。渋江内膳か。内膳はそうだよ、内政上手だよね。かたじけない。いらっしゃいませ。さてと。じゃあ改めまして、大田原城、出ますか。あれまだ帰ってきて、ないか、そうか。
じゃあ帰ったら出すということにしましょう。じゃあ内政だけパパッとやっちゃいましょう。